はい、どうも、良平です。お願いします。はい、本日は所沢にあるカムイスポーツさんに、来ております。はい、そうですね、スポーツショップ巡りということで、いつもお世話になっている、カムイスポーツさん、本当にありがとうございます。で、本日なんですけれども、ちょっと僕、ちょっと買い物したいなと思いまして、予算を決めて5,000円。カムイさんってめちゃくちゃ安いんですよ。結構その値引きをされているイメージがあるので、5000円でいいものが結構買えるんじゃないかということで、5000円持ってったらスポーツショップで何を買うのか、何を買えるのかっていうのをちょっとやっていこうかなと思います。で、まあ先に何を買おうかなって思ってることで言うと、まず上焼けアンダーシャツ系は、上なりアンダーシャツ系で入り系で1個と、あとまあ暑いじゃないですか、夏で、今も30何度あります、暑いですってなった時に、まあちょっと暑さに対応できるものなんかを1点、それで5000円で抑えられたらなと思っているので、早速買い物の方していこうかなと思います。それではやっていきます。早速入ってすぐですよ。カムイさんってなんか毎年この時期になるとここに夏系のやつ出してくれてると思うんですけど、今年もねめちゃくちゃやっぱ暑いんで、これ、ね、盛りながらってノラリスクだったり、こういったクエン酸系とかっていうのも、やっぱスポーツショップだなっていう方もね。で、やっぱ水筒とか、夏でもずっと冷たく保ってられるっていうんだったら水筒とかもありますし、チームで1個、ああいうジャグだったりとかっていうのも置いてあるので、夏暑さ対策っていう点ではドンと出していてくれるのはすごいいいなと思いますね。はい、じゃあ最初に上の方を見ていこうかなと思います。もうやばいね。でも、もうこんな時期で 30% オフなんですか？そう、タグついてるの 30% オフで安いです。やばない？2022年春夏モデルだね。で、こっちちょっと冬物になっちゃうんだけど、ローリングスさんの旧品モデルが 25% から 30% オフ。安い。こんなよう安くできるなと。まあまあ今ちょっと夏だから買わないんですけど、ビジュアル系とかがこんだけ安く買えるんですよ。やばくないですか？これは安すぎます。逆にこの時期買って冬着るのもありかもしれないですね。逆にそうですね、安くなってる時に買っといて、買いだめじゃないですけどしておくのはすごいありなんじゃないかなと思います。こっちもオークリー、これがビームスか、 Z ビームスだったりありますね。デサント翔平さんはいいじゃん。翔平さんカムイ来るとこのくだり毎回やる気がするんだ。はい、デサントがあったりとか、まあ、こっちはねアーマーに強いのかな、この辺多分一応全部アンダーアーマーかなって。そうです、上は強いね。やっぱだってさ、これアンダーシャツなんですよ。で、これ多分オールシーズン用かな。2920円税込みで、やっばって。 T シャツなんか、いや、アウトレットがよこうって安い。アウトレットより安いんじゃないですか、ワンちゃん。これだってもう今年のやつですよね。がもう 30% オフ、この値段ですか、もう。早い。なんで、まあ、アーマーに強いね、カメさん。アーマーに強い。アンダーアーマーに。と、あとローリンです。強いなって感じがします。で、こっちがアンダーシャツ。で、前、空気に接触冷感出ましたよっていうのをちょっと喋った気がするんですよ。今年の商品、今年の商品ね。でも、20% オフ。そう。安いわ。これめちゃくちゃ面白いのが、ノースリーブよりこっちが安いっていう。確かに。お得ですね。そう、お得お得。だってさ、これもさ、そもそもね、この価格がね、はい、黄色いね、価格の方見てみて。やばない？安い。さあ、欲しくなるよ、いろいろと。アンダーシャツは水野が強いって認識でいいかなとは思いますね。これは水野のコーナーの感じで。デサント。翔平さんは面白い。翔平さんは、まあ、Z だったりとか、いろいろなメーカーの。この SSK の接触冷感。確かね、SSK の接触冷感は本当にピタッとフィットするやつ。今、リラックスフィットが流行りだと思うんですけど、フィットアンダーシャツ。で、これほら、また税込み、3850円のところが3000円。マジか、安すぎやろと。マジか。なんで、この時期って本当にアンダーシャツの着替えとかめちゃくちゃ必要じゃないですか。ってなった時に、こんだけ安くアンダーシャツを買えるっていうのは、これはさすがカムイさんだなといったところで、ちょっと僕が今回気になってるのはなかなかないな。そう、最近にしては珍しくノースリーブちょっと欲しいなと思いまして。やばい、悲しい事実をお伝えしなければなりません。何でしょうか。僕のガタイが小さすぎるという事件が起きました。僕アンダーシャツ S なんですよ。M しかないんですか。やっぱ人気ってことで、やっぱ安いし人気だから、S がなくなっちゃったっていう、ね、そうそうそう。
で、この接触冷感の方も S がないってね。手向かいましょう。そうですね、っていうぐらい人気なものまで安くしてくれるっていうのがカムイさんのいいところです。じゃあちょっとね、今見た中でウェアをとりあえず何買うかっていうのだけ決めていかないといけないので、まあ、さっき夏って言ったじゃないですか。言ってましたね、夏と。事件です。そうですか。またもね、サイズがありません。あ、やっぱ売り切れちゃうんですね。そうですね、このさっきの SSK の接触冷感もう S サイズが、うん、ないと思う。ってなったら、まあ今回はね、その安いで攻めていきたいなっていうのがあるんで。それは Z のリラックスフィットの半袖、もうちょっとノースリーブは諦めます。ないんで。元々が2420円、うん、さらにこれ1930円。買いでしょ。買いです。この値段で買えるって高校球児のお母さんたちってめちゃくちゃいいと思うんですよ。洗濯をね、あのアンダーシャツ着替えが多いからって言って、次の日、まあ今毎日は練習なくなったのか、でもまあ必要になってくるじゃないですか。そういった中で安いアンダーシャツだったら2着買える、だったら回せる、1日次の日急に乾かさなくて大丈夫とかっていうのがあるので、こういうのすごいおすすめなんで、僕はちょっとこれを1個買おうかなと思います。じゃあこれまず1点目、2000円ですね。これで税込みで、あれが買えなくなっちゃうからね。まあちょっとウェアも気になるところですが、これで2000円で1着ウェア買えたってことになるんで、ちょっと別なものを見ようかなと思う。そっち行こう。なんすかこれ。これやばないですか。保冷バッグみたいなんですよ。広げると 500ml が18本入ります。まあクーラーバスケットって書いてあって、畳める、広げて取っ手がある。これやばいな。これマイバッグでも使えるんじゃない。そんな優れものの衝撃のお値段1500円以下。安い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 。絶対自分を買いたいです。これこれはちょっとやばいな。買いで買いですか。まあ、熱中症対策、僕クーラーボックスも持ってるんですけど、二刀流でもできるんじゃないかとか、まあ、そっちみんなにチームのものを入れてもらったりとか、逆にクーラーボックスの方にアイシング入れたりとかで使い分けできるんじゃないかなっていうのもあるんで、これちょっと、まあ、どんなものかで試しに購入してみようと思います。やっぱね、こうやって安くまだ残ってる、それでもここの安いんで、これは購入したいと思います。で、2000と1500で3500円。うん、あと1500円。じゃあちょっと1500円で何か探せるものを見ていこうと思います。何個も買えですよこれ。いや、これ本当に涼しいっすよね。これもまあ現に体が冷えてるからっつったらまあ分かんないですけど、感覚的にはやっぱ冷感通りって涼しく感じるん で、僕も何か思ってるんですけど、別に何個あってもいいんじゃないっていう。これ元が300円ぐらいなのかな、なんですけど200円、割引率で言ったら 30% オフぐらいなってるのかな。ちょっと1個購入しようと思います。はい、でも正直言ったらこれで夏過ごせるんじゃないかな。あと水買って、うん、1000円以内で超満足した買い物ができちゃう。いいですか。うん、シール中ですよこれ。もう値段オーバーしちゃうからあれだけど、空撃パンツで元が5280円なんですけど、割引されて3696円、だから3700円か、1500円ぐらい割引されてるの。安い。空気パンツで多分言い方悪いと確かに型落ちなんですけど、だからこそ安く買えるいいものが、やっぱり相当な在庫数があるカムイさんだからこそできる技なんだろうなと思います。何のもんかな、正直いいかな。もう十分満足なんだけど。歌丸ですか。ん、歌丸ですか。歌丸はね、もう翔平さんにありがたいことに僕の誕生日プレゼントで20個以上いただきまして、そっちで1年2年ぐらいは持つんじゃないかなとはい、思ってるんで。 M サイズだな、俺だと。やば、ちょっと待った、クーラーボックスあるから畳めるとは言いつつ、クーラーバッグをやめてこっちにするのはあり。うん、あり。値段的にちょうどいい。それでそうしましょう。そうしましょう。夏用グッズ、冷感とかでまさかの200円とアンダーシャツですね、これが2000円。このアンダーアーマーのパンツが2310円。そう、2310円、まあ、ちょうどいい値段になるんじゃないかなっていうあるので、まあ、クーラーバッグも良かったんだけどね。今回はちょっとこの3点を、5000円以内収めたので、これで会計していこうと思います。はい、ありがとうございます。値段が4500弱でしたね。でただまあこんだけ買って、上は2つも買ってその値段になったので、
まあ、ぜひぜひカムイスポーツさん、いろんなところにあるのでぜひ立ち寄って購入してみてもらってはいかがでしょうか。カムイスポーツさんインスタグラム所沢店のかなと、あとポイントカードのアプリがあるので、まあ、そういった情報とかもあの概要欄に載せておきますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日は、所沢カムイスポーツさんで5000円で何かお買い得なものをということで、購入してきました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。